それじゃあ、みきちゃんにとっての奇跡は何？私にとっては、やっぱり東京神殿が近くにできたことかな。この間、東京神殿が再奉献されたんだ。神殿は神様の宮で、神様の存在を最も近くに感じられる場所なの。神殿に入るとき、いつも心に普段の生活では感じられない暖かくて穏やかな気持ちを感じるの。そういった場所が身近にあること、平穏を得られること、神様の愛を感じられることが感じられる場所が近くにあること。